肩もみ女子は、日本の女性アイドルグループ及び渋谷、秋葉原に存在した肩のリフレクソロジー店舗。いずれも肩もみによるコミュニケーション、肩もみニケーションをコンセプトとしていた。2015年に、店舗は営業終了。2016年に、グループ解散。プロデュースはいずれも、ときたゆうま。グループ公式サイトでは、肩もみ、女子と表記された。 片もみ女子秋葉原店2012年4月ソフトオンデマンドが渋谷宇田川ー城イクマビルに全日本片もみ愛好会をオープンマッサージやリラクゼーション店が増える中での女性店員とお客との片もみによるコミュニケーション片もみにケーションをコンセプトとした初代店長は野田美里立ち上げのプロデューサーは荒井幸子同年11月には店舗名を 肩もみ女子に変更。また、アイドルに肩を揉まれる店を掲げ店舗で実際に勤務するメンバーによる同盟のアイドルグループをプロデュース。グループは16人でスタートした。楽曲提供及びプロデュースには、時田祐真が就任。2013年6月、秋葉原、上タワー1階に2号店をオープン。同日より、渋谷店が一時休業、後に閉店。 秋葉原一店舗となってからは、同ビル3階に所在する紙スペースを常設ライブ会場としていた。また、秋葉原店は、ズームイン、サタデー、そんなバカなマンでも取り上げられた。2015年頃にはメンバーを8人に固定。3月にメンバー6人が卒業するが、平塚由加、牛尾田光が残留。その模様は2015年7月5日にフジテレビ。 ザノンフィクションで取り上げられ、東野工事が2015年一番面白かったと絶賛した。11月23日、SOD の事業再編に伴い秋葉原店を閉店。2016年1月23日、片揉み女子公式ブログにて2月11日をもっての、片揉み女子解散が発表される2017年4月2日、フジテレビザノンフィクションにおいて、脱退。 解散からメンバーとファンの現在までを描いたドキュメンタリー第2弾が放映された。ありがとうございます。